の被害を VTR にまとめました。落ち着いて行動してください。午後2時46分ごろ、揺れは時期に収まりますので落ち着いて行動してください。宮城県テーブルや机の下に身を隠してください。現在ご覧いただいているのは最初の地震発生直後の宮城テレビ報道フロアの映像です。現在も揺れを感じています。宮城テレビのスタジオは現在も余震を感じています。この揺れは時期に収まりますので落ち着いて行動してください。頑丈なテーブルや机の下に身を隠すなどして落ち着いて行動してください。長く続く揺れ、現在ご覧いただいているのは午後2時46分ごろ震度7を観測した地震直後の宮城テレビ報道フロアの様子です。この地震で宮城県の沿岸には停電も起きました。宮城県の沿岸には大津波警報が出されています。市月立で火災も発生。そしてこちらは仙台市内の火災の状況です。情報カメラからご覧いただいている火災の状況です。町も揺れました。これは地震発生直後の国道45号の地震発生直後の様子です。水道管が破裂している影響でしょうか。幹線道路では水が漏れ出している場所があります。またガラスが破損しているところもありますので、外に出る方はそれぐらい大きな揺れでした。こちらはニュースセンターの中の地震が起きた時の映像です。震度3から4ぐらいの揺れが続いた後、だんだんその揺れが大きくなっていきました。机の下に身を隠す社員の姿が見られます。この揺れが長く、そしてだんだん大きくなっていくのが福島県内の地震でした。さあ、あと20秒以内に福島県に津波が到達することが予想されています。棚のものもどんどん落ちていきまして、元の位置にある棚は現在郡山市の FCT ニュースセンターではほとんどありません。郡山市図形の国道4号沿いのコンビニエンスストアです。事務所から火が出ておりまして、消火器を当てたようなんですが、まだ火が燃え広がっています。辺りは非常に焦げ臭いです。まだ火が燃え広がっています。これから消火活動が始まります。こちらの交差点の角にあるビルは1階が半分もう完璧にひしゃげている状態です。地震が起きた当時1階には20人ほどの方がいたということですが、中には打ち身や、あと怪我をされて血を流している方もいらっしゃるそうです。やっと出てきたの。じゃあお母さんでご自分のお力で這い出されてきたんですか。小川口はあまり危ない。上あるから。下がって下がって。来てるよ。
潰れてたりして45年前の長くえー、3時30分です、今新宿駅南口に来ておりますが、人が外に出て溢れております。すごい人です。あ、地下にいて結構かなり揺れてて怖かった。なんか本とか全部ガーって落ちて、あのアロマとかも割れてた。水位が上がって宮古魚市場など宮古港に面している建物はほぼ床の部分は水没しています。そして船もかなり、この港の方に押し寄せられています。港の方に、船も押し寄せられています。もう建物の屋根まで、水位が上がっています。建物の屋根まで水位が上がって、そして船から船も、そして今車も流されています。多数止めてあった宮古魚市場の後ろに止めてあった車が今全部浮いて流れています。仙台空港が浸水した時の映像です。それを収録した映像をご覧いただいています。仙台空港の滑走路、飛行機を駐機する場所ですが、手前がターミナルです。午後3時57分でした。徐々に黒く濁った波が画面の右から滑走路に迫ってきています。仙台空港は浸水しています。午後3時57分、普段は飛行機が駐機している場所で、手前がそのターミナルですが、黒く濁った海水が滑走路に浸水してきています。首都圏では今も被害が広がっています。スプリンクラーから水漏れが水漏れしています。お呼び出しをいたします。ご到着の位置にはそのためか、こちらの保安検査場は閉鎖しております。今午後4時10分です、こちらですね、東京湾岸の方に向かう道なんですけれども、だんだんほら、水が上がってきます。大変危険です。非常化現象でしょうか、路面は水浸しになっています。道路に水が溢れています。あそこほら地が出てきてる。ほらほら、うわ、気をつけてください。ゆっくり行きましょう。地割れが起きています。こちら、東京の新木場ヘリポートの近くです。今ですね、ここあまりこの道路これだけ地割れが起きています。マンホールの部分これだけ地割れが起きていまして、道路陥没しています。